田総理、大谷開幕戦を現地観戦するかも。岸田首相韓国訪問へ、大谷翔平開幕戦の3月20日にユン・ソンニョル大統領と首脳会談実施検討、北朝鮮問題などについて協議か。政府関係者らによると、岸田首相は首脳が頻繁に訪問し合うシャトル外交の一環として3月20日に韓国を訪れ、ユン大統領と会談することを検討していて、実現すれば北朝鮮問題などについて協議するとみられる。韓国では4月に国会議員の選挙があり、日本側は日韓の協力に前向きなユン大統領を後押しする狙いから、緊密な関係を示すために訪問を提案しており、情勢を見極めて最終判断する見通し。20日は大谷選手のドジャースの開幕戦が韓国で行われる日で、日韓の動きに注目が集まりそうだ。そりゃ誰でも見たいに決まってる。岸田って野球ファンやし、握手しようと画策中や。絶対会うなよ、これ政治利用では。大谷も大変やな。じゃあ税金免除とかしてやらんと割に合わん。あ、岸田、ユン、大谷と握手する絵を撮れば支持率アップやね。スタンドからユンと岸田が手を振ると変わるんやろな。最悪2人で始球式するぞ。感染するかどうかすら検討してて草。そんなことさっさと決めろよ W。 岸田首相、大谷翔平の化学反応はいかに。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。